ガンプラブームはまだ数年は終わらんだろうに対する反応集をお送りします。ここ数年で KPS の使い方が上手くなってたり、質感や色分けすごかったり、技術がかなり向上してて、パチクミするだけでかなり楽しい趣味になってるのがでかいと思う。最新キットから入ったやつも一昔前のキットのコスパの良さや手を加える楽しさに気づいたりするし、きっかけはコロナの巣ごもりだけど、ガンプラっていいものだってことに多くの人が気づいた結果の現状だと思うから。あとは昔みたいにガンダム以外のシリーズが売れればいいんだけど、ガールガンも境界戦機もシンデュアリティも全部こけたしな。マクロス、ボトムズ、ダンバイン、エルガイムのようなカイコプラモは売れるんだけど。昔のサンライズロボは戦隊とセットで放送だったから自然と見るし心に残ってる。けど今のロボットものはいつどの曲で放送してるかピンとこないからな。境界戦機も放送枠どこか知らんわ。まあガンプラショックは収まりそうにないなとは思う。今の40、50代が消えない限り無理でしょこれ。コロナ前は一部の限られたレアキットとイベント限定品以外は大きい店行けば大抵在庫あったから店が自分の倉庫代わりだった。もうあの頃には戻れないのかな。コロナ前は再販リストチェックして出荷日から数日以内に店舗かネットチェックすれば大概買えたろ。プレバンだってこんな瞬殺じゃなかった。買う努力が必要だったのはイベント限定くらいだったな。そもそもコロナ前なんて再販チェックなんてしてるやつの方が圧倒的に少なかったがな。新製品でさえルーティンみたいな週末買い物で新製品あるかなで買っていて予約して買おうとするのは少なかった。ドズルザクやガルマザクジムキャノンなんか楽勝で買えてた記憶だわ。ヤマダ電機で3割引プラスポイント 10% だった時代が懐かしい。コロナ前は買いたい時にあったって言うけどないものはなかっただろ。コロナ前から転売存在してたしプレネも普通にあった。そこにコロナで目立って転売が流入したせいと A 需要増えてどっちも増えすぎた挙句需給バランスが偏ってパニックってイメージだ。ビルド系なんて何年も家電量販店にずっと山積みだったのにそれも見事に全部消えたもんな。トライオン3に群がるとか草どころじゃないだろ。いつでも棚に置き去りにされてたオドムポットやデスアーミーですら消えた。絶版になってレアキットですって言われても俺は買わないけど。ガンプラ普通に4桁種類くらい出てるから全部置ける店舗なんてコロナ前ですら存在しなかったのに、店舗にいつでもあったみたいな記憶改ざんしてるのも別ベクトルで頭おかしいやつなんだよな。供給、需要なのといわゆる守護神が何種類もあっただけでどんなものでもいつでも買えたってわけじゃないのにな。新作ばかり追ってた人なら何でも買えたって思い込んでる可能性はある。種系のキットがこんなに手に入りがたい時代が来るなんて夢にも思わなかった。劇場公開の影響も大きいんでしょ。俺は種のガンプラあまり興味なかったけどまだ見てないけど映画見たら種のガンプラも欲しくなっちまうのかな。ハサウェイ公開後のそれ系キットの消え具合もやばかったもんな。ベネやらメッサーまでプレ版で抽選販売してなかったっけ。 HG3000円、 RG5000円、 MG8000円、 PG2万、 5000円がこれからの平均的な値段になっていくんだろうな。ガンプラも商品展開かなり多いから再販されないの出てくるから欲しい時に買えないってのは以前よりましたわ。昔は改造の部品取りに買う人いたけど今はそのために買うのが難しいね。俺はガンプラが欲しいんじゃないんだ。買えるか買えないかのスリルが欲しいんだ。万引き常習犯と同じタイプのパニオジじゃん。シンプルに周りの迷惑だからスリルが欲しいなら引きこもって FPS かホラーゲームでもやってろ。買うのが楽しい、作るのが楽しいは好きにすりゃ良いと思うけど丸子積んでてもういらないんだけどあると買っちゃうんだよな、いらないのにってなると頭おかしいと思う。ポケカもそうらしいけど、プラモデルが本来の作る楽しみがどっか行ってしまってんのは残念だな。買っては積んで報告してる連中も今が満足、脳汁出てるからカロリーゼロだな。棚に置いてないことや転売のことを嘆いてる人がいるけど逆に言うとそれだけ売れててモデラー人口自体も増えてるってことの証でもあるんだよな。転売してるような連中は作らないんだから増えてる内に入らんやろ。褒められたものじゃないけど転売屋から買うやつがいるってことだからモデラー人口は増えてるってことだよ。今まで買ってた人が転売屋に買い占められて買えなくて仕方なく転売屋から買ってるのだとしたら人口は増えてないことになる。宇宙世紀門が近くに置かなくなったからもうやらなくなってしまったな。コロナ前からレアキットになっていたのは自分の記憶だと HGUC スプルムディアス、HGUC アイザック、HG ガイアバルトフェルドキ、HG エクストリームガンダム、HG ガンダム G40 かな。もっとも、G40 は発売されたのがコロナ直前だったから少し微妙なところだけど。
ガンプラブームじゃなくて転売ブームなだけでは？実需要がないと転売も成立しないからブームはブームなんだろう。意を決してついにエアブラシ買ったぞって時にあれもないこれもない買う努力をしろって時代に突入して眼内したわ。誰か定価で買い取ってくれねえかな。30ミニッツミッションズも AC が転売ブーム起きてるからどうしようもないんだよな。数年、数百年は無理かもしれんが数十年は続いてもらわないと。ネットのレビューなんか見ながら次欲しいものを決めて店舗をこなって、ここはエイジのゾーンでここはダブルオーで、みたいな感じで探してた頃が懐かしい。ガンプラもだが近年は美少女系のプラモの進化がすごいからな。バンダイの30ミニッツシスターズやコトブキヤの美少女系特に最近出たウマ娘のエレイナ、今度角川から出るメグミン等々ガンプラ含めプラモ自体のブームはまだまだ終わらなそう。最近のガンダム以外のプラモがこけてるのは差別化図って脱ガンダム狙いの色物ばっか作るからだろ。普通に8頭身ロボ作ってやもっとそれなりに売れるだろうに。ザブングル、ダンバイン、エルガイムなんかの夏ロボはターゲットの50代には今が最後の売り時かもしれんから。高額設定でプレ版限定より一般店頭でバンバン売れば大ヒットすると思う。R3 エルガイム、ビルバイン含め今マジで最大最後のチャンス。独占状態だからないとは思うけどユーザー離れて PS5 みたいなことにならないといいが。まあ V の後も宇宙世紀のままアナザーなしだったらガンプラも人気そこそこのまま今ほど人気もなかったやろし長生きした方じゃないか。俺らがジジイになるまであと20年前後持ってくれればいいかなって感じやろ。コロナ前は欲しいキットがすぐ買えたって言うけど人気や注目度が高いキットは普通に初版じゃ買えんかったからな。HGUCF91 とか余裕やろと思って発売から数日後に店舗回ったけど全滅だったわ。それでも次の週くらいには買えたな。今じゃ無理だが。遊戯王や平成ライダーといった30代くらいのオタクにぶっ刺さるコンテンツもどんどんプラモに参戦してるからメインターゲットはこの辺なんだろうな。30代遊戯王&ガンプラ好きで特撮オタの複数趣味持ってる Y からしてみやウルトラマンもプラモデル参戦しているけど、正直言うとライダーもウルトラマンもプラモデルは参戦しなくてもプラモデル？フィグアーツで間に合っているしなーってな感じでスルーしとる。むしろ遊戯王とかマニアックなもんプラモデル化しているからそっちの方が需要高いのよね。普通に売れる。転売屋が群がる。買える時に買わないとまずいってことになるから積むたみ。とにかく悪循環のバブルになってる。どっかで弾けるとヤバいことになるのはメーカー側もわかってるからあんま大量生産もできない。自然に着地するまで今のまま数年だよな。アニメやっていた境界やシングラリティよりアニメやってない30ミニッツミッションズの方が売れてるっぽいからな。やっぱりメカのデザインの違いなのかね。シングラリティはわからんけども境界はシンプルにアニメの内容がひどかったからでは。あと HG や30ミニッツミッションズより高めの値段でディテールもそんなでもないのにサイズが MG と HG の間くらいで中途半端にでかい。でもブームのおかげで HGUC ゼータの機体がフルコンプ確定したんだと思うとありがたい。このままブームが続いてダブルゼータもフルコンプまで行ってほしい。